それが、なんと、いつも WC ワックス TV ご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルでは誰にでも簡単に車をきれいにできる方法やコツをお伝えしておりますので、チャンネル登録お願いします。いくぞ。ニューウェブ予選ウエストカーナー。はい、ということで今回もね、みやきの動画をお送りしていこうかなと思うんですが、久々にね、ノーカット磨きをね、やっていこうかなと思います。磨きをノーカットでお見せしますっていう動画、過去に何本あげたかな、 2,3 本あげてるかなと思うんですけど、それはギアと両部のダブルを使ってやったので、今回はまだやってなかったルペスをね、使って磨きをね、ノーカットで、で今回も2つのカメラでお届けしたいと思います。よろしくお願いします。今日磨いていく車なんですが、こちらホンダのベゼルですね。前の方の後期かな、これは。色がですね、黒です。 NH731P やったかな、だからパールが入った黒だと思うんですけど、でね、このボディもうね、わかると思うんですけど、あ、ボンネットね、ボンネット磨いていきます。でそのボンネットがほら、スポットですね、ウォータースポット。この車ね、多分まだ3年落ちなんですよね。3年落ちで車検のタイミングでもう乗り換えられたみたいなんですけど、3年でね、もうこんだけ来てますね。はい、でなんかね、よく質問というかコメントであるのが、ホンダの塗装がなんか柔らかくて焼き付きますとか磨きにくいですとかっていうね、コメントをいただいたり、あとはね、ルーペースでメサイヤ、まあ、メサイヤに限らずなんですけどね、コンパウンドを使ってるとホンダの塗装だと焼き付きますみたいなコメントをちょくちょくいただくんですけど、僕のね、インスタとかツイッターフォローしていただいてる方はご存知かと思うんですが、仕事上ホンダの車に焼くことが多いので、まあもう慣れてしまってるんでね、特に、苦手意識みたいなのはないんですけど、まあそういうね、コメントをちょくちょくいただくので、そのあたりもね、参考になればいいかなと思います。さあ、行くぞ。今、ボンネットの真ん中にね、マスキングテープ貼って区切ってます。なので、こっちがですね、ビフォアですね。何もしていない状態。で、こっち側ね、このエリア、磨いて、まあ、ビフォアアフターで、どんな感じになるのかっていうのを見ていきたいなと思います。道具なんですが、ポリッシャーはですね、ルペスのマーク3ですね。LHR15 のマーク3に、ロングルバフですね。ロングルバフ。で、初期研磨なので、メサイヤね、使ってやっていきたいと思います。多分ね、1回じゃ仕上がらないと思うんですよね。結構状態悪いんで。で、やっていきまーす。くらえ！
これはもうちょっとどうしようもないですね。もうクリアはやられてる感じですね。良くなりましたね。やるじゃないか。
はい、初期研磨が終わりました。やった。こちらですね、施工前ビフォーの状態ですね。まあ、作業前にもお見せしましたが、これがなんとくらえこうなると。こちらがね、アフターですね。わかりますかね。ちょっとね、この上のあたりですね、このこっちじゃなくて上の方がですね、やっぱ多分水が残りやすいんでしょうね。ダメージがひどくて若干ね、取り切れてない、スポットあるんですが、最初に打ったこことかですね、こういうやつとかあるんですが、まあまあ全体的にはリフレッシュかなりできたんじゃないかなと思います。今やったのは初期研磨なので、この後中間研磨、最終研磨とやっていくんですが、ルペスを使った初期研磨はね、こんな感じです。はい、いかがだったでしょうか。作業のポイントなんですが、偏らないっていうことですね。偏らないっていうのは具体的にどういうことかっていうと、ポリッシャーの当て方と、あとコンパウンドですね。ポリッシャーの当て方は基本的にルペスっていうのは本当にね、添えるだけ、軽く添えるだけで見分けます。特に今日みたいなボンネットだったりルーフっていう上からね、見分けような場合はもう本当にポリッシャー乗せとくだけみたいな、もうポリッシャーの重みで、あとはね、手を添えておくだけで勝手にね、綺麗になっていくので、変にこう力を加えて角だったりねっていうのをしない方が焼き付きにくいですし、綺麗にね、仕上がるかなと思います。で、コンパウンドが固まらないっていうのは、しっかりね、伸ばしてまんべんなく使うっていうことですね。最初にコンパウンドをつけて、ポリッシャー回し始めて解くですね。その時ってやっぱり結構ダマになってると思うんですけど、それをその時点でまんべんなくね、しっかり伸ばしてから磨いてあげるっていうことが、まあ僕の中ではルペス使う時のね、ポイントになってます。なので、この2つですね、ポリッシャーをね、あまり角を立てずに、均等に当てるっていうこと、そしてコンパウンドもね、まんべんなく伸ばしてから磨くってことですね。この2つを意識していただければ、この焼きついたり絡んだりっていうね、リスクは下がるんじゃないかなと思います。で、僕のチャンネルではこれまでにもね、別のポリッシャーだったりバフでのね、ノーカットの磨きっていうのをいくつか挙げていますので、そちらの動画もチェックしていただければと思います。概要欄の方には別のポリッシャーやバフで行ったノーカットの磨きと、今日使った道具の詳細それぞれ載せておりますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ということで、今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。もしこの動画が気に入っていただけましたら、高評価ボタン、そしてチャンネル登録、まだの方はぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。 YouTube 以外にもブログや Facebook、Twitter、Instagram と各 SNS もやっております。ご質問やお問い合わせ等は SNS の方からでも受け付けしておりますので、ぜひフォローしてやってください。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。シェイ。久々にノールックじゃないまあ今日はね、合わせてそのあたりも参考になればね、どんな感じでね、入れてるね、そっちなのあとはコンパウンドもまんべんなく使うっていうこと。多分ね、1回じゃ仕上がらないと思うんですよね。結構状態悪いんで。